はい、えー、私はですね、スティーブ・エトーと申しまして、まあ、名もない、ヘのような打楽器叩いて40年、そんなものでございますけれども、この度ですね、8月13日の南の風というイベントにも私も参加することになりましたので、いろいろお手伝いさせていただきます。はい、えー、帰ってきますよ、あの感じが、島の仲間が集まってね、仕切ってるような、仕切ってないような、 たたららし感じああの時間が返ってきますます、あ、我々としてもですねつんかもうある種もうここのとこ全然こういう集まりができなかったですから同窓会というかですねなんかこうそうねしばらくできなかった法事に親戚が一度集まるというそんな感じなんでもうなんかうんその感じをですね皆さんもじんわりほっこりにんまりと見ていただければいいと思うんですよちなみに本日私はですねあのー ここはですね大浜海浜公園ですねはい遠くにねあの海が見えていましてキラ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 してます気温もすごいことになっていますけれどもねやっぱ夏の海はいいですねなんかそうそうそうで今日なんかねあの後ろの方見えますかねなんか海からですねあのウミガメちゃんも上がってきていまして 見えるかな遠くにいるんですけどね。なので今日はあのー、彼らが大好きなですねこのキャベツをちょっと巻いてですねであレタスか巻いてですね来るかなと思う、ね、えけ餌やりしてみたいと思うんですけどね。来るかな今ね餌やりしてね来るかなと思ってるんですけどね、まあ、寄ってきてくれたら、ね、ウミガメちゃんがそしたらかわいい姿を見ることができると思うんですけどもあのー、そうですね。今回とにかく 人によってはですね、2年ぐらい人前でやってないっていう、そういう人たちもいるぐらいですからね、まあ、はっきり言って、平田明とかがね、もう本当、人前久々らしいんですよ。だ,もんだからあの、あれですよ、途中でですね、勢いが余って、失速して、自滅していく様を僕は見るのが楽しみなんですよね。はい、ですから、そんなことをまあ含めてですね、見に来ていただければと思うんですよね。はいえー、今日、来来来た来た来た。ほら、ね、ほらら、ね、いっぱい。っぱ ね、あのー、ガメちゃんが集まってきました海亀ガメちゃんが集まってきました海がちょ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 もう,もうないからないからないけど分から分,分,、うん、分かりました。えー、とですねというわけであの,あの,あの、えー、と奈良じゃないあの国直海岸から国名海岸からお送りしておりますけれどももう,もうないからないからもうないからない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 。 はい、というわけで8月13日南の風。